はい、今ねケーブルカーで反対岸まで来ました。素晴らしい景色ですね。最後はね向こう側から渡ってきたわけですけど、昔の人たちはねこれが、交通手段だったようです。あのね大きな橋ができてからはなんか使わなくなって観光資源としてね使われるようになったそうです。はい、ということでケーブルカーね乗ってみましたが、本当ね2、3分なのかな、もうあっという間に反対岸まで来ました。これのためにね1時間とか2時間とか待つのちょっとねバカっぽい感じもしますが、景色がねかなりいいのも確かです。なので人がねあんまりいなくてサクッと乗れるときはね乗った方がいいかもしれません。あまり待つようだったらね他のいい場所もあるので、ここだけにね固執せず他の場所もぜひ検討してみてください。信じられないわ、橋渡るのに時間かかるからここで降りろって言われて降ろされた。意味が分かんないマジでこれが中国のタクシーか。はい、今ね橋渡ってます。というのもロープウェイさっき乗ったんですけど、一応ね往復のチケット買ったんですよ。だけどもうまた戻るのに1時間ぐらい以上、まあ1時間以上かな、もうかなり待たないとねその帰りの便に乗れなさそうだったので、タクシーを取ってタクシーでね、反対岸に戻ろうと思ったんですよ。そしたら今度 タクシーが橋渡りたくないとか言って5、6分で歩けば着くから言われて、それでね今橋歩いて渡っております。はい、でもねちょっとその歩くことになったんですけど、まあ、橋結構ね、歩いてると眺めいいんですよ、すごい、ね、だからちょっと得した気分です、気持ちいいし、うん、だからね結果的にね面倒くさいね帰りの便、キャンセルしてこうやって歩いて渡ってなんかちょっと良かったなと思ってます。皆さんもねぜひおすすめです。1回はケーブルカー乗ってもいいと思うんですよ。だけど往復はね本当時間の無駄なのでタクシー乗るなり、こうやってね歩いて川渡るなりして、戻った方がいいと思います。ナショナルってなんですかね、ナショナルって。完全にね、ペットショップがね、露店になったバージョンですよね。ちょっと見てると複雑になりますよね、ああいう状態で、ね、動物たちがカゴに入れられてね、こうね過酷な環境の中でああやってずっと放置されてね、こう売られるのもあってなんか切ないですよね。実はねホンヤートンっていうね有名な場所が近いので、そこもね歩いて行ってみようと思います。いやでもとにかく人の数が半端じゃない。夏場とかプールにその中国人が殺到して、もうね泳ぐスペースもないようにね、もう隣の人と肌が触れ合ってるようなあの写真見たことあると思うんですけども、その状態に近いこれは、うん、なんかね今日ね特別な休日って言ってたので、それの影響もあるかもしれないんですけど、とにかくね人っ子見ただけでこれは何もできないですね、ちょっと、うん、これはちょっとひどい中国の恐ろしさを、今日知りました。はい、まあでもねちょっとね、行けるところまでちょっと行ってみたいと思います。今ねその施設に入る、列に並んでるんですけど、見てくださいこれ、
ばいでしょ。最大キャパシティが 52,500人で、時間あたり 8,752 までしか入れませんということですね。いやそれはね、この混みは半端じゃないからね。確かにそうですよ。さあそれではね、実際中入っていきましょう。どうなってるんでしょうかね。いやもう入るの一苦労、超大変です。そうですね、結構バーだったりね、カフェだったりお土産屋さんだったり、いろんなね、お店が出ています。レストランもあります。なので、まあ、本当にその観光客をこう、ね、呼び込むための、そういったね、まあ、ショッピングモールに、ショッピングモールとちょっと違うのかな、そういう、まあ、観光客向けの、施設なんですね、ここね、非常に、楽しいですね、行ってね。それではちょっとね、ここにあまり長く来たくないので、とっととね、一番下まで降りて、これのね、外観を取りに行きたいと思います。下の方に降りてきました。ここもやっぱりね、レストラン街のようです、こっちはね、比較的気軽に入れそうなレストランが並んでますね、はい。で、ここから外に出たいんだけど、どうやって出るんだろうな。これかなりね、迷路的な作りしててね、非常に、分かりづらいです。しかもこの混み具合半端じゃない、ね、こんなとこであんまあれですね、ご飯ゆっくり食べられないですよね、はい。とりあえず出口を目指して移動していきましょう。とにかくね、建物が本当にその綺麗ですね。電飾がたくさん散りばめられていて、建物もすごい装飾がねこだわってて、歩いてるだけでとてもね、雰囲気のある場所で楽しいです。これはみんな来るわけですね、ここね。そうだね、食べ物屋さんが一切なくなりました。なんかお財布とかね、石とか衣類とかね、本当にいろんなものが置いてあります。なんかここに来れば生活用品なんでも揃いそうな感じしますね。靴もあるね、バッグもあるいやもうね、これね、複雑すぎて仕組みがわからん。あ、でもとりあえずこれ外出たね、やっとね、これやっと外出ました。ここも素敵な感じですね、非常にね、ほらこう建物がね、こうやってね、電飾でデコレートされてるんでね、非常に綺麗ですね。うわ、はい、ということでやっとね、ホンヤートンの、正面でしょうか、に来ることができました。上からね、歩いて降りてきたんですけど、もう迷路みたいになってて、もうどうやったら外出るのか全然分かんなかったですね。結構時間かかりました。20分ぐらいかかったんじゃないですかね、一応上から下に降りてくるまで。いや、並んでんの入れたら30分とか40分とかかかってるかもしれない、それぐらいね、この中迷路みたいになってて、いろんなね、レストランとかお土産屋さんとかバッグとか服とかね、ほんといろんなものを売ってました。で、見てるだけで非常に楽しかったです。で、お腹が空いてたらね、レストラン適当に入ってご飯も食べることもできるし、本当にね、その観光地として非常に面白い場所だと思います。ただ難点は人が多すぎるところ、なので、今日はね、たまたま祝日らしいんですよ、中国の。それでかなり、多い人が、来てるみたいなんですけども、多分普段はね、もうちょっと少ないと思います。なので人がね、少なそうな平日とかにね、来ると結構自分のペースで楽しめる場所かもしれません。さっき乗ったね、ロープウェイより圧倒的におすすめな場所です。重慶来た方はね、ぜひ来てみてください。